ははいどうも皆さんこんこにちはです今回もね「ポケモンスカーレットバイオレット」やっていきたいと思いますさあというわけで今回もね緑の仮面の情報について紹介していきたいと思うんですがちょっとね早速皆さんこちらをご覧ください今回ねこちらなんと色違いのミロカロスをたっぷりと入手してきました で中にはねちょっと1匹このヒンバスも混ざってるんですがなんとですねこちらの色違いのミロカロスある方法を使ってほぼ動くことなく放置でゲットすることができましたでこれね YouTube 上でまだ誰も紹介していない方法だったので今回はぜひ皆さんにね僕が使ったこの色違いミロカロスの厳選方法を紹介したいと思います ちなみにこの方法ですけども放置ができて楽なだけではなくてなんと秘伝ススパイスもいりませんなのでちょっと秘伝スパイスがないよっていう方も安心してねこの方法を試していただきたいと思います。 でこのチャンネルはですねこんな感じで色違いの厳選方法なんかを紹介して他にもいろいろな攻略情報をね紹介しておりますのでまだチャンネル登録できていない方は新しい動画がすぐにチェックできるようになりますのでぜひ今のうちにチャンネル登録よろししくお願いしますでは早速今からはですねこちらの大人気ポケモンの色違いミロカロスを放置しながらスパイスも使わずに厳選していく方法というのを紹介していきたいと思います。 はいそしたらね早速色違い厳選やっていきたいと思うんですがまずはその前に1個やっておいてもらいたいことがあります何かというとオートセーブを切っておくことですねでやり方はこちら設定のところから このねおまかせレポートを市内に選択しておいてくださいこれなぜかというと色違いポケモンせっかく出てきたのに間違って倒しちゃったーって言った時にねこのオートセーブが機能してしまったら大変なのって絶対にね切っておいてくださいでもし途中でちょっとね間違ってセーブしちゃうのが嫌だという方はこんな感じでねもうこの時点でオンラインに繋いでおくというのもおすすめですではオートセーブがしっかり切れたらこちら この公民館が、ね、あると思うんですがここを北に行ったところのテラス池がありますのでここに行ってくださいではですねここに到着しますのでこの辺りでねどこでもいいのでピクニックを開きますそしたらこんな感じで何でもいいので水タイプの遭遇パワーがつく料理を食べてください、まあ、ちなみにレストランとか、ね、屋台で買ったものでも全然大丈夫です水の遭遇パワーのレベル1か2をつけてください でレベル3になると秘伝スパイスを大体使うようになりますのでレベル3はね絶対いらないですもう最大でもレベル2まででいいので少なくともねこの遭遇パワー水をつけてくださいさあということで僕はねお野菜サンドを食べてこのように遭遇パワー水レベル1をつけることができましたではねこんな感じで水の遭遇パワーがついた状態になりますのでこのままマップをね開きます でもうこの池の周りだとどこでもいいのってここで日時変更を行いますこのね設定から一番下の本体でここ日付と時刻で1分戻しますでもう1回戻るとでこんな感じで日付をねリセットしていくことってこの辺りにね ヒンバスの大量発生が出てくるようになります、まあ、ですけどもやっぱり人によってはなかなかね大量発生出てきてくれない時もありますのでもうその場合はねもう何度も何度も先ほど行ったように日時変更を繰り返してヒンバスの大量発生が出てくるまで繰り返してください、はい、そうするとですねこのようにピンポイントでこの辺りにねヒンバスの大量発生が出てきてくれますで今からはこれを使って 色違いい厳選を行っていきますで今からはですねヒンバスの出現場所まで行くんですがその前にもうヒンバスのね大量発生が出てきてくれたらすぐにレポートを書いいてくださここでもし最高効率で色違いを集めたいという方がいたらもうこの時点でピクニックを開いて輝きパワーの水をもうつけちゃってください。 ちなみにレシピですけどもトマト1個ときゅうり2個とアーリーピーマンそして何でもいいのでスパイスを2個ですねただ甘甘と甘スパの組み合わせは捕獲パワーが間違ってついちゃうのでその組み合わせだけは絶対に使わないようにしてください僕はねもうニがニガでいきます はいそうしたらこんな感じで輝きと二つなと遭遇パワーレベル3がつきますね、まあ、ただこの、ね、食事全然いらないですもう最高効率を求める人じゃなければもう食べなくてもいいので安心してください僕も、ね、動画やから食べたんですけども普段はこんな食事パワーつけずに色違いバンバンゲットしてるのでぜひ、ね、皆さん安心してくださいそしたらここに、ね、洞窟の入り口があるのでここに入っていきます もうね、ヒンバスはこの洞窟でしか現れないのでこの、ね、中で厳選していきますでさらにここを入っていったらこの、ね、水が溜まっているところにたどり着きますのでこの辺りでヒンバスを厳選していきますでもう、ね、言わなくても分かると思うんですけどもヒンバスはミロカロスの進化前のポケモンですね、はい、でここにも、ね、ヒンバス現れてくれるんですが一番出てきてくれるのはこっちですね ここでヒンバスがねめちゃめちゃ出てきてくれますでね今ねあんまりヒンバス出てきてくれないんですよまあ,あのちらほらねこんな感じで出てきてくれるんですがある方法を使うとこれがもううじゃうじゃ出てきてくれるんですよなので今からはねその方法を紹介していきたいと思いますではね向かって左斜め前の方に進んでくださいここですねちょうどこの辺りに 行くとと、まあ、なんとですねもう向かい側の方でヒンバスがどん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 ん出てきてくれるんですよ、ほら見えますかね、あんな感じで、もうねあっという間にめちゃめちゃ出てきてくれました、で基本的に放置する場所はここで放置します。 ここで待っているだけでヒンバスがうじゃうじゃ出てきてくれますのでこれを待つだけで厳選していくといった形になりますただここからねまたやってほしいことがあるんですが60体この大量発生しているヒンバスを倒してもらいますでそのために一番おすすめのポケモンがいるんですがこのエンペルトです まあ,あの何でもいいんですけどねポケモンは個人的にはこのエンペルドがめちゃくちゃいいのでもし持ってる方はエンペルドを使ってみてくださいでここでレッツゴーをしますあとはねもう自分はさっきの定位置に戻って このエンペルトが掃除してくれるのをただひたすら待つとそれだけですもうねこんな感じで完全に放置したままこのエンペルトがねヒンバス60体を倒してくれますもうヒンバスはもう何もしなくても湧くしエンペルトももう何もしなくても倒し続けてくれるので非常にありがたいです でやがて50体倒すとですね右上にこんな感じさらに少なくなってきたという表示が現れますのでそこからさらに10体ほど倒しますそうすると合計で60体ねバスを倒すということになりますで合計60体倒すと色違いの出現確率が最大まで上がります ではねもう60体合計で倒して色違いの出現確率が最大まで上がりましたのでもうこれ以上はヒンバスを倒さないようにしましょうでですねこんな感じでまた放置していたらいっぱいヒンバスが現れてくるんですがここからはやり方をちょっと変えます何をするかと言いますとここにね今定位置にいましたがこっちに戻ります,こっ,ちです、ね、こっちに戻って でこの奥の壁にタッチしてまた戻りますで先ほどの定位置ですねここに来ますでまたこっちを向いてヒンバスがうちゃうちゃ現れるまで待ちますまあ言ってる間にこんな感じでねもうポンポコポンポコ出てきてますね でこんな感じでね、もうひたすら放置して、最大15匹ほど目の前に出てくるまで待ちます。まあ、間隔でいいんでね。で、まあ、だいたいもうこれで出終わったかなと思ったら、こんな感じでちょっと確認して、色違いいるかなーって見て、もしいなかったら、まだね、すぐこっち戻って、だいたいこの端っこの方まで来たら、引き返して、まだこのね、 定位置までで戻りますでますたね先ほどのように金髪がうじゃうじゃ湧くまで待ちますでもねこうしてるだけで色違いがねもうあっという間に出てきてくれますっていうかそんな話していたらほら出てきてくれましたこれね色違いちょっと奥の方にいますけどもほいもうね本当にあっという間に出てきてくれるんですよ でまあ捕まえるときは、もちろんねこのキノガッサの峰打ちとあとはキノコの帽子を使って HP1 と眠り状態にしてから捕まえるようにしておいてくださいはいこんな感じで自分のね好きなおしゃぼに入れて捕まえてみましょうと、まあこんな感じでほぼ放置してるだけであっという間にねヒンバスの色違いがゲットできますのであとは、この色違いのヒンバスを交換で色違いのミロカロスに進化させるだけですね。 で一応、ね、ミロカロスに進化する方法を紹介しておきますけどもこのヒンバスに綺麗な鱗というアイテムを持たせて交換すると進化することができますでその綺麗な鱗を入手する場所はおに、ね、の岩というのがここにありますでちょうど、ね、この辺りにピンをさせていただいてここに向かっていただければアイテムが、ね、落ちていますのでそれを拾うと綺麗な鱗が手に入ります あとはね、北上図鑑140冊揃えたらその報酬でももらうことができますのでぜひ持っていない方はゲットしてみてくださいで結局ね通信交換しないと進化できないなら意味がないじゃないかという人もいるかもしれないですが安心してくださいちゃんとね通信交換用のホットラインも存在しています実はこのね通信交換の合言葉のところに「0349」「0349」と打って 交換を始めるとなんとねお互いに綺麗な鱗を持って。 た品バス同士を交換できるところに入れるんですよ。なのでね、これを利用して色違いの品バスを持っているトレーナーと皆さんは交換をしてください。で、仮にね、これを使ってもなかなか色違い品バスを持っているトレーナーと出会うことができないならば、あの掲示板とかね、ツイッターで募集をかけたら、今なら結構ね、品バスの色違いを持っている方いると思いますので、そこで募集をかけて交換するようにしてください。 ちなみにちょっと今、試してみたんですけどもこの右の方で待機したとしてもいっぱいねちゃんと出てきてくれますのでまあ,あの自分のやりやすい方ね左でも右でもどっちでもいいので自分のやりやすい方であで放置してみてください。でで実はたまにですねこ 内側の池でヒンバスの大量発生が出てくることがあるんですが結構ね、ねこっちは大変なんですよ、まあ、なぜかというと、まあ、ベストな待機場所としてはこの上のあたりですねこのあたりって見下ろす感じで待機すればいいんですがあの、ね、奥の方を見ていただいたらわかると思うんですけども他のポケモンも、ね、湧いちゃうんですよ、この距離だと。なのでやっぱりベストな大量発生場所としてはこのね 奥の方の方池ですねこっち側ででで大量発生があれば一番楽です、まあ、ですけどもやっぱりねこればっかりは運なのでもしねこっち側の池で大量発生出てきちゃった場合はだいたいねこの辺りで見下ろす感じで放置しておくと、まあ、色違いが出たら分かりやすいんじゃないかなと思います。 でねこれ見て大量発生じゃなくて普通に輝きパワーと遭遇パワーレベル3をつけたら普通に色違い厳選できるんじゃないかと思った方もいるかもしれないんですがまあ僕もねもちろん試しましたですがなんとですね困ったことにドジョッチの大量発生しか出ないんですよ。 なのでまあ15匹ポケモンが出たとしたら13匹ぐらいはドジョッチで残りの2体ぐらいがまああのわずかにねこのヒンバスが出てきてくれるといった感じなんでまあ色厳選の効率で考えると非常に悪いということでまあ大量発生なしで遭遇パワーと輝きパワーだけつけての色厳選は個人的にはねおすすめはしません。 もしね色違い厳選がしたいのであれば僕が言った通りの手順で大量発生を確認してからね挑む方がいいと思いますはいということで今回はねミロカロスの色違い厳選方法について紹介してきましたまあ僕が紹介した方法の通りにねやっていただけるとヒンバスの色違いポンポコポンポコゲットしまくれますので是非ね参考にしてみてください で皆さんね、ねこの色違いミロカロスどのボールに入れたらおしゃれだと思いますかね、まあ、僕は個人的にルアーボールかなという,ふうに思います、まあ、水タイプなんでね他にもムーンボールとか、ね、いろいろあると思うんですが皆さんが一番このボールがミロカロスに合うんじゃないかというのがあればぜひ、ね、コメント欄で教えてください。 でコメントで一番人気のあったおしゃぼで僕ももう1体色違いミロカラスをゲットして、まあ、最終的には、ね、機会があれば視聴者プレゼントしたいと思いますので、まあ、そちらに、ね、参加するという意味でも今のうちにチャンネル登録まだしていない方はしておいてください。 というわけでね今回の動画はこれで終わりたいと思いますまだこんな感じの有益な情報があればどん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 ね動画で上げていきたいと思いますのでチャンネル登録とよければこの動画の高評価もぜひよろしくお願いしますというわけでまた次の動画でお会いしましょうそれでは皆さんバイバイ